新生たちの輝きに迫る。飛べオーディション生5名の初披露、平野市用のアドバイスも、飛べの舞台裏に新たな星たちが輝きを放っています。11歳から13歳までのウ々ウシーオーディション生5名が、とうとうお披露目されました。2023年4月23日にスタートした、飛べニュースとオーディションは、待望の瞬間を迎え、 その模様は公式 YouTube チャンネルで視聴可能です。そして、クリスマスイブの夜、オーディション生たちは特別な番組、ルービーンにも登場。サンタクロースの帽子をこむり、ウイウしさ溢れる自己紹介とともに、先輩たちに向けた質問にも真剣に答えていました。オーディション生たちの素顔を垣間見ることができたこの貴重な瞬間。 12月24日、公式サイト上でオーディション生のプロフィールが一挙に解禁され、ファンはその情報に大いに期待と興奮を抱いています。特に注目すべきは、公式 YouTube チャンネルで繰り広げられた、10ビーンのエピソード。オーディション生たちがサンタクロースの帽子をかぶり、照れさい笑顔で登場するシーンに、ファンの心はキュンと高まりました。 自己紹介だけでなく、先輩たちへの質問コーナーも準備され、思わずにっこりとさせられる瞬間が広がりました。島田は、ナンバーアイの平野仕様に向けて、僕はダンスがかっこよくうまく踊れません。どうしたらかっこよく踊れますかという率直な質問をぶつけました。 平野は最初は戸惑いながらも、俺も小学校一年生からずっとダンスやってるんですけど、明日上手くなってたらいいなとか思ってたけどやっぱなくて、と笑いながら答え、日常の中にアイソレーションを取り入れることの大切さを伝えました。笑いと共にアドバイスの真髄が伝わった瞬間でした。 藤城はナンバーアイの騎士ユタに向けて、サンタさんからもらって一番嬉しかったものは何ですかという質問を投げかけました。騎士は自分は野球やってたんで、トレシュー、トレーニングシューズが嬉しかったと答え、その一方で藤城は靴とか欲しいですと返し、騎士くんが買ってくれるよと周りが煽る中、騎士はサンタさんが来ることを願いましょう。 と、場を和ませました。笑いあり、微笑ましいエピソードの連続です。松、ま、はイムプエの佐藤心に向けて、踊ってる途中で疲れて、最後の方は笑顔がなくなります。どうしたら最後まで笑顔になれますかと、質問。佐藤は、笑顔でいなきゃって思って踊るんじゃなくて、見てる人に笑顔になってほしいって思って踊ればいいと思います。と、アドバイス。一同は感心しながらも、 松が、まあ、あ,あ、と曖昧な返事をすると、北山博光も、いいアドバイスだね、とうなずきました。しかし、どう心に響いたと聞かれると松は、まあ、あ,あ、と曖昧な返事で、厳しい。とばにが笑いに包まれました。川田は北山博光に向けて、僕のかっこよくてインパクトのある自己紹介を考えてほしいです。とお願い。 すると、ナチュラルにすごい責任感あるやつ来たね、と困惑する北山に、三宅県が、北山が考えたやつのせいで、龍輝くんが滑る可能性がある、とプレッシャーをかけました。その後、イムップの椿安志が自己紹介を披露する一幕も、悩んだ末、北山は、下の名前を言って名字を言うとかかっこいい説ある。 と提案し、自身が実践してみせました。これに対し川田は、めちゃめちゃいいです、と応じ、実際に自分もやってみると、かわいい、と周囲に褒められていました。笑いあり、緊張感の中で繰り広げられる一幕に、ファンは大いに楽しんでいることでしょう。最後に、章介側はナンバーアイの神宮寺雄太に向けて、ステージに立つ前に、必ずやっているルーティーンはありますか と、質問。神宮寺は、まず、現場に3、4時間前に入って、トレーニングして、ヨガして、サウナ入って、で、歯医者さんを行って、と冗談で答え、自ら、突っ込めよ、と煽る場面も、しかし真面目に語り出すと、本番前、結構時間がない時とかもあるじゃないですか。だからあえてルーティーンを作らない方が本番に臨める、と回答。 平野も、準備すればするだけ緊張感が自分の中で高まっちゃう、と語り、神宮寺は、だからあんまり作りすぎない方がいいと思うよ、とまとめました。戸部の新生たちは、緊張と笑い、そして貴重なアドバイスが詰まった初お披露目となりました。ファンにとっては新たな一面が垣間見れる、感動と笑いが交差する戸部オーディション生たちの魅力に迫りました。 これからの彼らの活躍に期待が高まります。飛べの新生たちは笑いあり、感動ありの初お披露目を果たし、ファンには新たな一面が垣間見えました。平野志耀や北山博光を交えたアドバイスのやりとりや、独自の質問コーナーによって、彼らの素顔や考えが明らかになりました。 トベオーディション生たちの魅力は、緊張感と笑いが交錯する瞬間にあり、それがファンを引き込む要因となっています。これからの舞台での活躍がますます楽しみであり、トベの未来には輝かしい光が差し込むことでしょう。ファンは期待と興奮を胸に、新たな才能が羽ばたく瞬間に注目しています。